電車の中で、トイレの中で、見てはいけないものを見てしまったんです。注意してください。あなたもなるかもしれません。私も気をつけます。いやー、驚きました。隣の女、隣の女、 首でこさえてなんか固まってるんです。髪がなんかガチガチ凍ったように、そしてスマホ首になってた。みんな周りの女性が全て 言葉もですね、固まってしまいました。あの子も、私として好きだったあの子も、隣にいたあの子も、みんな、いや、ことごとく次から次へとスマホを首、つらいもんだから、首を切り落としてくれって叫んでるんです。むしろ、いっそ私の首をもちょっとくれ。いや、もう地獄でしたよ。 いい地獄ですよ。本当に恐ろしい。これ現代病ですよ。現代の奇病ですよ。日本特有かもしれません。これは世界中で流行ってる。首が動かない。朝起きたらガチガチに固まる。 風、スマホ首になっちまう。